今回いよいよクリスマス間近ということで、くるみさんにいくつか質問を、していきます。イエーイ、よろしくお願いします。お願いします。はい、まず、クリスマスどんな衣装を考えてますか？衣装ですか？はい、の大好きなあなたが着てほしいやつ。おっと、来ましたねもうね、大好きなあの人が着てほしい、もういいなですね。はい、じゃあ水着でもいいんですか？大丈夫、何でも、もう好きな人のためならもう何でもやっちゃう。何でもやっちゃう、いいですね、ということです。じゃあ続きまして、クリスマス、欲しいもの何ですか？あれ、クマさんそれ、僕さっきは気になってたんですが、そこのクマさん2体、置物が置いてありますけど、 それは何ですか？クマさん、クマさん、置物が欲しいと違うんですよ、これ中にね、お酒入ってるんですよ。え、そう、これテディデカンタっていうんです。デカンタ、デカンタ、デカンタなんですか、それ。そう、ほー、そう、私クマさん大好きなんですよ。お家にね、クマのぬいぐるみいっぱいあるぐらい。あ、なるほど。そう、2種類ありますが、これいくつか種類があるんですか？あ、そうなんですよ、めちゃめちゃ種類あるんですよ。なんか普通のやつとか、プラチナ、はい、あとね、季節のバージョン、はい、季節のバージョン、あ、そう、なんかクリスマスだとかね、サンタさんのこう衣装、はい、つけてるクマさんとか、はいはい、あとハロウィンとかもあったりとか、はい、あとあの、こう私が一番季節なんですけど、もうスワロフスキーで、はい、こう全部埋め尽くされてて、こうキラ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 って、うわ、めっちゃ可愛いんですよ、はいはいはい、それ。わ、もう全種類集めたいです。全種類集めたい、夢夢夢、はい、うん、テディデカンタということですね。そう、こう部屋のね、カウンターにこうやって飾ってたら、でも可愛いですね。そう、うん、ダッフィーちゃんと一緒に飾りたいです。はい、だそうです皆さんテディデカンタ調べてね、ちょっとチェックしてみてください。値段はわからないですが、はい、いいです。はい、いいです。調べてみてください。今一番欲しいものはこれだそうです。そう。はい。クマちゃん、クマちゃん。じゃあ逆に、くるみサンタからプレゼントはあるんですか？考え中ですけど、ね、ちゃんとあなたの喜ぶもの考えてますよ。あ、なるほど。うん、なんでしょう。すごく気になるんですが。うん、何ですか？え、まだ考え中。なるほど、はい、ちゃんと考えてるということで、はい、続きまして、クリスマス、そんなね、大好きな相手にしてもらいたいことなんですか？へえ、やっぱりクリスマスだから私だけを見てほしいですね。あ、まあ当然ですよね、女性としては。他の人見てほしくない、うん、2人だけの空間が好き、ね、は要は私だけを見てと、地図にね、うん、はい。じゃあ逆に、くるみさんが恋人だったらどうなりますか？私超嫉妬深いですよなんかね、彼氏に GPS つけたりとか、はい、こうあのスマホ の、はい、あの顔認証とか、私のも今2個登録できるんですけど、はい、私のも登録したい、はい、あとね、わがままですねわがまま、そう、でも、はい、周り見えなくなるんで、そのもう超一途です。ああ、そういうことですね。そう、一人しか見えない、好きな人しか見えない。ストーカーになるとかないですね？ない、ない、そういうのじゃないですね、はい、ちょっと恐ろしくなってきましたけどなんか GPS とか指紋認証だとかそんなん言われるとね。 GPS 付き合いたいですね付き合いたいなるほど、まあ、それぐらいね、一途に愛するというね、くるみさんです。はい、はい、じゃあ、最後に、今年はどんなクリスマスを過ごしたいですか？クリスマス、やっぱり大好きな人と、派手にパーッと飲んで、騒いで、食べて、楽しみたいですね。年に一度なんで。そうですね。ね、女性にとってはそうですね。クリスマスはね、大切な日ですからね。はい、パーッと派手に。お肉とお酒。と、あ、そこの置物、熊さん。熊さん、熊さん、熊さん。お肉とお酒と熊さん。熊さん交えてね。この3人でね、ね、3人かどうかなんですけど、パーッと楽しみたい、はい、ということです。そんなクリスマスにしたいということです。はい、皆さんぜひね、クマさんもね、一緒にプレゼントしてあげてね派手にパーッと、過ごしてあげてください。
以上です。そんなくるみさんね、今回、はい、質問を、させていただきました。本日はありがとうございました。ありがとうございました。うまい。どうだね。